たのうちにもこんな子いませんか？なんか、今びっくりした。はい、うちにもいました。今びっくりした。今持ったら見て、びっくり、びっくり。もう蜂に対してもうこんな小さくなった子。ちっちゃい。こうやってすんなって言ってるでしょ。うん、ちっちゃい蜂に植えなさいって言ってるよね。はい。うん、植えてないよね。うん、どんどん小さくなった。もう根がないっていうことで。あんまり大きいのに植えすぎるとこう自分のさ根の量に対してさの土の量じゃないけんさ、うんうん、こう根腐れしたりだとかさ、うんうんうん、一番ベストは小さい鉢、うんね、もうこんなやつはさもうないけどさこれ以上ちっちゃいのはないけどさ、もうロゼットと同じぐらいの鉢があったらもうそれベスト、うん、一番安全、はいね、一番安全よ。同じ鉢こうして、はい、な今植え替える人、はい、植え替えない人はいいよ、うん、な夏が来るよ、うんうん、な夏怖くねえけど、うん、なそういう感じ、うん、どうぞ。これ私のなんや、うん、どうぞ。ほっとした。ほっとした。怖いやろ。でもちょっとなんかもう良くないな。水の吸いが、うん、根っこがない、うんね、はい、ほらほら全部死んじゃってるよ。なーい。でででで臭い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 。今日はみんな疲れてしまっていますが元気を出して。てれれダメや。それが大事よ。それが大事よ。これが言いたいの。これが言いたい。これが言いたい。多肉はもう茎な。茎がダメだ。水絶対吸えてないの。うん。水絶対吸えてないの。でも自分に水分があるから生きてられるの。わかる。わかる。で、このまんま半年とか行くんだよ。でも本当は吸えてないの。わかる。で枯れ葉になっていくじゃん、うん、でそういうこういう茎の時はもうチェック、はい、チェック、はい、そうでしょ。でも助ける、助ける。あじゃあダメ、いいだ、あっダメや。顔映してくれる。ほじくる、ほじくる、うん、ダメで、もともとこじくる。今汚いところ、うん、ダメかもしれん、はい、頑張って、うん、そうそう、そういうことね。このままやったら半年ぐらい絶対あんで。そうな、うん、でもこう気づいてしまったばっかりによし、助けてやろうと思ってやるけどてれれこういうこともよくあります。はい。レネカシュッシュってきちゃう。レネカやったつもり。シュッシュ。やったつもり。ないよ。ちょっともういいや、これ後で植えよう。もう、はい、次。ああ、ちょっとショックや。根がない。それは根がない。お、レネカ。あ、あった。ファインスプレー。ちょっと乾かして。さっ。くさっ。はい、どうぞ。次。さて、この人。はい。ほさほさ。うわー、見てこれ。そうそう。なーん、うん。これ、お水やりをしようのに、どんどん小さくなっていくっていうのは、こう、何かしら原因があるな。うん。やらなすぎ、ダメ、うん。やりすぎもダメ。うん、ね。の、はい。てれれー。変なとこから入れすぎた。猫が出てた。それでいい。ここから。ここでいい。嘘。これが、ほら。もうそれでいい。いいの？取らんの？猫が出てね。結構ね、結構ね、頑張る、こいつら。見て。うわ、くっさい色になっちゃう。くっさい色。うん。これ、葉差しバージョンになるかもしれん。ファインスプレー。おー、びちゃびちゃ。ジャブジャブ。
さあ、こいつ行かないと。はい、次これもらったもんよ。だいたいね、半分ぐらい。あ、結構もうちょい。その時の苗の触り方を気づきなさい、あなた。はい。粉物はさ、なるべく触らないでも。ダメやな。ダメ。ダメです。うん、ダメです。はい。さあ、どこまで大丈夫でしょうか。想像してください。予想してください。どこだろう。大丈夫です。首元で大丈夫です。ここ？はい。行きます。あ、もうちょっと。もうちょっと。ちょっとこう太い毛生えな。穴開け。穴開け。真ん中ほじくってください。やる？あらじりょう。しょうがねえな。スーパーの時だけ。あらじりょう。硬いから大丈夫。硬いから。ファインスプレー。ほじくってます。あらじりょう。気持ちいい。ほじくりタイム。そうだ。ほじくりタイム。大丈夫です。はざしになるかもしれない。大丈夫。はざし。これで大丈夫。そしてファインスプレー。ファインスプレー。なんでそんなかけるの？ファインスプレー。はい。大丈夫。全部ちっちゃい鉢でお願いします。はい。この人も。いきます。ファインスプレー。ダメやな。ツンツン。ほら、うん、もうダメや。どっかで調子を崩したんや、うんうん、でもそのままあるんだよ、それが多肉やな、うん、で分かっててそのまま置いてるじゃん、俺とか、うん、で死んでるよね、わあ、ねじった、あ、でもちょっと出てる、うん、大丈夫、ピンクじゃん、大丈夫、こう大丈夫やな、大丈夫だよ、のび太くん、のび太くん普通に名前言っちゃうドラえもん言う、イエローになっちゃう、ダメなの、わかんない、大丈夫大丈夫、はい、プリセット貸してください、メス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 やなメスやな、メメロやな、大丈夫、ここの色が大丈夫、そこの色は大丈夫やけど、はい、こういうところは汚いやろな、ほら穴ほじくり、な、穴ほじくり、ここのほら黒いのがあるやん、はい、これがどこまで行ってるかよな、大丈夫、大丈夫、ほんとに、ここ、これやっぱ汚いやん、ここ汚い、あ、で、硬い時はね、結構治る、頑張る、硬い時は結構ね、うん、ああもうこれダメだなと思ってもね、なんとか持ちこたえることが多い、はい、あーほら、で基本はさ、悪いとこ全部穴ほじくってでもさ、うん、汚いの取ってあげて綺麗になったら OK、うんうん、こいつら強いけん、そこからそのね、穴掘ったらね、穴の中から根っこ出てくるね、うん、穴の中穴ほじくった中からブォー根っこ出てくる、そうです、めっちゃ頑張る、寝ろー、やあーおやー何してんの、こここここじゃない、こここここ将軍、あ、綺麗になってきた、でしょ、ファインスプレー、うん、ファインスプレー、根っこや、出ろ、よし、なんで近づく、お前や、うわっ
今日はなんで笑ってんだよ。疲れたい。そうです。元気がちっちゃいのに今日は直売所の全員で、はい、お片付けをフルパワーで、はい、ものすごく疲れた。俺だって疲れてんのよ。機械なめんなよ。機械は疲れるんだよ。うそー、どこだね。疲れる。これだけやろ。ねえ、疲れるんだって。疲れるの。これだけや。バカじゃねえ。これだけ。ものすごく微調整だよ。あ、でもそれ絶対ありますよね。そうよ。でも足は疲れや。疲れるの、踏ん張ってるけん。ちょっと斜め体勢でこう行きますね。そうです。車の運転みたいな。ほら。実は筋肉痛にはならんやろ。え、筋肉痛にはならんやろ。筋肉痛にはならんけど。腕が。そうです。腕が。何チャンネルなくなるよ。なんで。いや、本当にもうこんな状態やけ。本当に。出ちゃダメ。なんで。いいけん、もうみんな意味わからんけん。そうですか。ファインスプレー。でも同じ大きさやね。大きいのがいいね。もういいや。オルトラ。オルトラ。大丈夫かな。オルトラ。みんな。はい、これは。もう多肉はね、確率の問題なので、ね。そんな神経質に並んでいいよ。私に、うん、そう。そうでしょ、うん、で一冊鉢ね。いや、ちっちゃい。一冊。みんなのところもあるやろ。なあ、こういうの。これの判断が難しいんかな、うん、そうそうそう、猫死んでる、うん、だって可愛いから。だからいじりたくないですよね。やろ、うん、いじらない。半年とか1年とか行くんだよ、うんうん、でももうダメになっちゃうよ、うん、ダメになっちゃう。だけど早く、これもちょっと気づくのが遅すぎやん。そうなんだ。な、だけど遅すぎたけどどうするかっていう。遅すぎないよ。でも多分大丈夫。これもまた、あのジュニアの方でやるでしょう。何よ、忘れちゃうわ。経過やりましょう。どっかをちゃんと置いとこうと。これもうホットスター私のやつ。これ全部私のとこ置いちゃってる。はい、もう今みんな未消をやってますね。後輩をね、後輩やってます。おっさり、うさぎちゃんがいる。大丈夫、どこ行っちゃった。後ろに映してあげてください。頑張ってます。後輩担当のウサーです。ウサー、ウサーです。かわいくない、この必殺鉢。改めまた営業始めました。そうや、そろそろもう終わりましたので、このなんかな、通販6年生セットが終わりましたので、はい、明日から土とポット、うん、終わったよ。20日まで。そうそう、ね、そう、受付を終了しましたので、ポットと土とトレイをまた、はい、販売します、はい、また期間を定めて、はい、販売になりますので、はい、はい、お願いします。通販サイト、どうぞ、どうぞ。これもラタムじゃない、多分。これ水入れつけ。はい。波波。ハイウェイ。ハイウェイ。山波。え？山波ハイウェイ。あ、波波と山波。だよな。説明すんなよ。はい、ラタム。可愛いラタム。ボタンも可愛いよな。なんでよ。
危ない。あっ。で浮いちゃうかな。こんなんやったことないけどさ、今やりたくなって。底面吸水。底面じゃねえ、もうギリギリ。つらつら。つらつら吸水。つらつら吸水。おお、ギリギリ。浮いてる浮いてる。浮いてる浮いてる。浮いてる。あ、浮いてる浮いてる。浮いてる。かわいい。つらつら吸水。吸ったみたいです。底面じゃない。つらつら。つらつら吸水。浮いてます。汚い鉢になってます。汚い鉢になってます。ダメやん。やっぱ落ち着いたら浮くのが。吸ってますね。アタムさんが吸ったっぽい。表面張力がすごい。なかなか。でもそれ上まで行っちゃう。うん。結構吸うの早いですね。うん。いや、底面吸水も。てか水がさ、多すぎる。水が多すぎる。水が多すぎるいや。つらつら吸水。底面吸水じゃないや。つらつらで。つらつらです。やったことないって言ったやん。こんなの。つらつら吸水。めっちゃ汚い。めっちゃ汚い。植え替えめっちゃ汚い。でれてシャワーでシャーってしたら綺麗に。そうです。シャワーでさ、いつもと一緒。でまた上から土それがいいって。いいよー、ほら、植え替え植え替え。もう今何も怖くねえけ。春春ね、何も怖くねえ。こういう子がおったら助けてあげましょう。ちょっと様子を見てな。もううちも今全力で後輩をやっております。はい。ちょっと、はい、そーっと、そーっと落として。チラッ。チラチラチラ。うさぎちゃん。あー。じゃーん。はい。どのぐらいの種ができちゃうんですか。大変です。あとは発芽率ですからね。はい。これはやってみないと。なんかすごいピンセット使うよ。うん、独特。グイーンってなったピンセット。グイーン。ほら。よお、歯医者や、歯医者。ディエルのですよ。歯医者。ディエルの？うちにあったらしい。うちにあったらしい。いや、面白いよ。どうした？いや、後輩でさ。見えた？ちょっと見ます。てでれてー。写真撮ったね。うん。昨日です。昨日ぐらいです。このタグがついたのが全部後輩でございます。すごいです。まだまだ今からまだまだ増やします。まだまだ増やします。すごい量です。どれだけできるんでしょう。すごい量です。どんな子供ができるか、なんか向こうもあります。テーテレテー、細かいのもやっております。細かいのもやっております。うん、あ、これ増やしたいじゃないの？え？ウグジャンタ。あ、俺の。ウグジャンタ。ウグジャンタ。ウグジャンタ。じゃあ。うわぁ、やりてぇー。帰ります。帰ります。僕にもあります。はい。すごいです。毎年頑張っている。こいつらもいます。あ、気をつけて。銀天女も頑張ってるよ。銀天女はみんな銀天女です。おじでーあの猫。あ、いやいやいやでもみんななってたよ今日。なってた。うん、私なってないよ。今日疲れたね。相当疲れた。うさぎちゃん疲れた。疲
疲れるわ。まだみんな大丈夫かと思って、体が若いけ、体が痛くないかと思って。それはカズくんだけです。いや、痛いです。頑張って。よいしょ。はい。じゃあ、今日はこの異常があるかなと思ったら、ちょっとチェックな。うん、はい。もう茎見たらだいぶわかるけどな、本当のとこ言うと。難しいんじゃないの、うん、みんなは、うん、まあ、そうやね、いや、俺たちは根っこがさ、根っこやな、もうこうもちゃもちゃってして、こうしたしてバラバラってなるのはもうダメよ、うん、な。だけど小さい鉢、はい、小さい鉢で、うん、いや、これ宣伝じゃなくてだよ。ロゼットに対する小さい鉢でしたら一番安全なの、うん、そうでしょ、うん、な。大きいの植えると慣れた人はいいんだよ、うん、やっぱりね、土が乾くまでに時間がかかるけな、うん、大きい鉢はな、そうそうそう、だけね、難しいかなっていうね、うん、感じ、はい、そうだなぁ。はい、じゃあ、はい、次宣伝は、次の宣伝はカーニバルです。カーニバル、はい、4月13日、はい、土曜日大分県別府市ビーコンプラザ、はい、はい、9時半から15時までな。9時半から15時。そうなん、はい、うん、9時半から15時。はい、オール500円。お500円均一。お、苗は最高。お、わかる、はい、宝探し、うん、宝探しという、そうです。メンバーでも何でもありません。はい、ね、どういうこと、メンバーでもなくても来れますよ。買えますよ。意味は分かった。わかるでしょ、わかるでしょ、みんなは分かってないかもしれない。誰でも入ります、うん、7万個出します、はい、全部500円、うん、いいですか、はい、業者ダメ、はい、叩き出す、叩き出す、見つけたら叩き出す、はい、ね、これはあのお客さんのイベントやから、うん、仕入れはやめてください、はい、ね、転売別にいいけど、その常識のある買い方でお願いしますね。うん、はい、そうね、はい、うん、早く並んでも遅く並んでも一応どうなるか分からんけど、もう宝探しやけんな、うん、なくなることはない、うん、ね、いいのが残ってる、そう、年に1回やけ、うん、な、俺たち地元やからできる売り方やから、はい、ね、あのどこでやってここでやっても聞きません、あ、もう大分だけです、地元やから持っていけるっていうだけ、うんうん、全力でいきます、はい、はい、どうぞ、赤字覚悟でやっていきます、はい、うん、全然赤字確定覚悟じゃない、赤字赤字確定、まあいいよ、はい、okay、もうみんなが楽しんでほしいけね、もう赤字覚悟でやります、はい、はい、遊びに来てください、はい、はい、でよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、バイバーイ。